俗千田の昔話東浦町の話1善光寺大地震東浦町小川小川村の一之助さんは一一倍信仰心の熱い人でした死ぬまでに一遍信濃の善光寺にお参りしたいというのが一之助さんのかねてからの望みでありましたそれは 小さい時から何度も次のような善光寺の話を聞かされていたせいでもあります昔善光寺の東小諸の里によくのおばあさんがいましたせっせと働くのですが働いてためたお金はお祭銭にでも出すことを惜しんでお寺やお宮へのお参りなど行ったこともありませんでしたところが ある日のこと、おばあさんが布を晒して干しているとき、隣のカイ牛が逃げ出してきて、その布を角に引っ掛けたまま走っていきました。驚いたおばあさんもその牛を追いかけて走り出しました。牛はどんどん逃げていきます。おばあさんも大事な布を取られては大変と必死になって牛を追いかけました。そして。 ととうとう善光寺ままでやってきました牛は善光寺の境内に駆け込むとふっと姿を消してしまいました。牛だと思っていたのは善光寺如来様のの化身だったのですおばあさんは後に残された布を手にこれまでの自分の不信心をはじて心を込めて善光寺如来様にお詫びのお祈りを捧げました。それ以来 「牛に惹かれて善光寺参り」という言葉が生まれ他のことに誘われて偶然に良い方へと導かれるという意味で使われるようになりました。また小諸には布引き観音が祀られるようになりました「牛に惹かれて」ではなしに自分から進んでお参りに行きたいものだ。 小川村の一之助さんはいつも考えていました。ある年のことです。やっとその念願が叶って、下地方の同じ気持ちの仲間たち16名が連れ立って、全校寺参りができることになりました。何にしても、尾張の国からシナの国まで歩いていくのですから、大変なことでした。それでも、ようやく松本を過ぎて、 善光寺の手前で宿を取ることになりました。いよいよ明日は善光寺に到着します。一之助さんは念願の善光寺如来様にお参りできるというワクワクした気持ちを抑えながら眠りにつきました。ところが夜中に不思議な夢を見たのです。枕元に観音様が現れて私は 別所温泉の北向観音の観全音菩薩じゃが「明日は善光寺でよくないことが起こりそうだからこちらへ先に来た方がよかろう」とおっしゃるのです。たまたま宿で行き合った人たちから「北向観音様が霊剣新たかな厄除けの観音様だ」ということを聞き「帰りにでも寄っていこう」と仲間で話し合っていたところですので。 早速明くる朝仲間の者たちにその夢の話をしました。そういうわけだで皆の衆予定を変えて先に北向き観音様にお参りしようじゃないかこの際観音様のお告げを素直に受けた方がやかろうがおいおい俺たちは善光寺参りが目的だぜそんなことをしたら 善光寺如来様に申し訳が立つめ第一、俺はそんなお告げを聞いとらんぞ俺もそんな夢は見なかったぞ寝ぼけたな一之輔さ俺が代表でお告げを受けたんだろう聞けば北向観音様は厄よけ観全音様と言われるそうだこれは俺たちに降りかかろうとしておる 役を覗いてくださろうというのかもしれん悪いことは言わねえみなの衆俺と一緒にひとまず別所の北向き観音へ行ってくれ頼むおやおや一之助さんいよいよ本気らしいなバカバカしいそうまで言うならお前さん一人で行ったらどうだいとうとう話し合いがつかないままに一之助さんだけが別行動を取ることになりました 3日後にまたこの宿で落ち合おうでは皆の衆気をつけてのう」「一之助さんお前こそ気ぃつけなよお前さんの頑固なのには恐れ入ったよ」こうして一之助さんはその日のうちに北向き観音のお参りを済ませ仲間の身を気遣いながらその夜は別所温泉に泊まったのです。ところがその夜の明け方。 激しい地震が起こって別所の人々の眠りを覚まさせました。後嘉四年1847年3月24日、歴史に名高い善光寺大地震です。あくる日一之助さんは不吉な予感を抑えながら善光寺に駆けつけてみますと、15人の仲間の者たちは倒れた善光寺の宿坊の下敷きとなって。 無残な姿になっておりました涙ながらに仲間の者たちの亡骸を葬った後危ないところを助けてもらった北向き観音様には改めて心からのお礼を申し上げると大きな絵馬を奉納して帰りましたこの時一之助さんが奉納した地震の難を逃れる絵の描かれた大きな絵馬は高架4年 3月26日尾張の国北の郷里小川村一之助の名で今でも長野県上田市の別所温泉にある北向き観音堂に掲げられております機会があったらぜひ見てきてください近く東海地方に大地震があるのではないかと心配されていますがこんなに正確な地震予知ができれば 地震の被害も最小限に食い止められそうです一つ北向き観音様に地震予知のお願いをしてきますかなところで北向き観音なんて面白い名だなぁと思われませんかこれは南向きの善光寺に対して北向きに立っているところからついた名だそうです境内には川口松太郎の名作 愛泉かつらのモデルになったかつらの古木があり縁結びの霊木として若い男女に親しまれています終わり原話早川芳弘千田高校教諭祭話吉田博史版画千田中学五人の生徒の作品東浦町の話に。 おもだかの門東浦町小川東浦町小川に小川城址と刻んだ石柱が立つ公園がありますここは文明7年1475水野貞盛が城を築き貞信清忠忠政信元と五代にわたって千田三河に 勢力を振るった戦国武将の本拠でしたこの城の初代水野貞盛が三河のあすけ男将在門を攻める時の話ですそれまでにもたびたび兵を出しましたが勝つことができないでいましたある時宇治神の知流大明神から地流は池、恋、船と書きます 明朝出陣の途中に草の花があるからそれを取って「笠印にせよ必ず勝つであろう」という夢のお告げがありました貞盛はあくる日の朝早く兵を率いて飛鳥の陣地に向かいましたがなるほど途中の沢にだかの花がいっぱい咲いていました。は水田や 湿地帯に生える植物で球根はクワイといって食用にもなります兵士たちはこの花を取って笠印として大いに気性を上げてアスケの本陣に攻め込み大勝利を収めましたそれ以来水の家の家紋はこのおもかを使用することになりましたさてそれより下って三代目小川城主 水野清忠の代となりました。どうしたことか、この清忠は子宝に恵まれず寂しい思いをしておりました。夫人はそのことを大変気にされ、城の近くの地蔵堂に3・7・21日間のがをかけておこもりをしました。この地蔵さんは昔、この地が海岸だった頃、かきがをいっぱい身につけて流れ着いたもので、 土地の人たちが柿きが地蔵と呼んで大切にお祭りしていたものです満願の日になりました婦人が地蔵道境内の井戸から水を汲んで身を清めようとしますと水面に一茎のおもだかが浮かびその葉の上に永楽膳が乗っているではありませんかおもだかは水の家の家紋であるこれは きっと良いことのある印に違いないと喜び遺んで城に帰った婦人にやがて男の子が授かりましたこの時の永楽戦は後水の方の旗印となりましたまたこの言われのある水の家の家紋尾も高は現在小川小学校の校章となっていますなお婦人が身を清められた井戸は 今でもおもだかの井戸と名付けられ地蔵堂境内に残されています終わり原話清水和江昭和43年東浦町氏から祭和吉田博氏版画高和中学5人の生徒の作品阿久い町の話 1. 阿久井谷坂部城は深い悲しみと必死の思いに包まれていました城主久松信俊が織田信長の家来佐久間信盛の残言で天正5年7月19日大阪の四天王寺で切腹させられ 城取りつぶしの兵が押し寄せてくるという急誌が届いたのです祖父敏勝は五歳お台の方が徳川家康の聖母というつながりで岡崎へ出向いており坂部城は信敏の奥方と長子小金丸辞帝義安丸とがわずかな兵とともに留守を守っていたのですそして その悲しい知らせが届いた翌日には佐久間の大軍が城の周りをひしひしと取り囲んでおりました。老臣坂部藤十郎は奥方と2人の幼い主君に言いました「多勢に無勢この城の運命は極まりました」「どうか奥方様若様方にはこの城を抜け出され再起を図ってくだされ」。 岡崎においでになる大殿様が必ずよきように計らってくだされましょうからすると7歳の小金丸はきっぱりと言いました「私たちも坂部城主の子供だ父上は悲しい最後を遂げられまた我らが敵に背を向けたならば父上の濡れ衣は晴らされまいたとえ兵力は少なく私たちは 年若でも立派に戦ってみせような、5歳の吉安丸もこっくりと頷いています。城兵たちの目には感動の涙が光っていました。小金丸は奥方に向かって言いました。母上様、私たちは立派に戦って死ぬ覚悟です。でも女の身である母上は、ここを一時落ち延びて、お腹の子供を無事に産み、 久松の血筋をささないいようにしてください「どうしても我が子と共に城を枕にと言い張ってきた奥方も小金丸の大々しい言葉に従わなければなりませんでした」「夜の闇に紛れて奥方はじめ城中の女たちは裏山伝いに草木の生い茂る深い谷に身を隠しました」「あれお城が燃えている」 翌朝、佐久間軍の攻撃が始まりました。数少ない城兵は必死に防ぎ戦いましたが、次々と倒されていきます。奪われた高台から追いかけられた火矢で、城は黒煙を吹き出しました。今はこれまで、共に父上のもとへ参ろうと、勇ましく戦った小金丸と吉安丸は、潔く火の中で、 差し違えて死にましたこうして坂部城は灰となって落ちてしまいましたまた奥方や女たちは無事に実家佐治市の宮山城へ落ち延びることができましたが人々が隠れしんだ谷を今もウバガダニと人々は呼んでおりますそれから家宝の 黄金の鶏が城の中の井戸に投げ込まれ、正月にはその鳴き声が聞こえたそうです。終わり原は昭和28年、阿久井町郷土市編纂委員会編、郷土市編纂資料集から祭話近藤秀道、阿久井町中学教諭 阿久比町の話に元旦に鳴く鶏。鶏阿久比町うさか阿久比町に愛宕山という山があります。昔、お城があったという山です。以前、ここで草木、坂部、南部、東部と4つの小学校が合同運動会を開いたところでもあります。この愛宕山に。 次のような不思議な話が伝わっていますそれはいつの頃からでしょうか元日の朝になると決まって鶏が鳴くというのです何も元旦ばかりでなく東の空が白みかけてくる頃になるとあちらの村こちらの村から夜明けを告げる鶏の声が聞かれるのは決して珍しいことではありませんしかし このあた山で鳴く鶏は、いつもは泣かないでいて、元旦の朝だけに鳴くという決体な鶏なのです。毎年元日の朝になると、その話で持ちきりになりました。あけましておめでとう。いやあ、おめでとう。ところで、今朝、あた山の鶏を聞いたかね。ああ、聞いたとも。 他の鶏と違って一段とかんだかい声で泣きおったわ」「あの鶏はもう何年も続けて元日の朝だけ泣くんだそうな」「そうだげなのわしが聞くようになったのは23年前からだがずっとずっと前から聞いとるというものもおるでのそのうちにあの山は昔お城のあったところだで」 金のニワトリでも埋めてあって、それが出してくれ出してくれと鳴いているのと違うかのうというものも現れました。それは言えるて、きっと害な宝物が隠してあるに違いないぞ。本気でそういうものがいれば、あれゃ山の近くの家のニワトリが鳴いとるだけだい。宝なんてあるもんかバカバカしいというものも言います。 しかし宝が見つかればその場で長者になれるという夢が目の前でちらついたのか翌年の元日の朝みんなで愛宕山へ宝探しに行くことになりましたいよいよ待ちに待った元日の朝になりましたその日はまだ夜も明けないうちに山の近くの広場に集まりましたそのうちに、 よもあげ始めたのかこけここと元日の冷たい空気を震わせて一声鶏が鳴きましたそれあっちの方だぞいやこっちから聞こえたぞと思い思いの方向に散らばってスコップやつるはしで宝探しを始めましたこうして初めのうちはみんな張り切ってあちこち探し回っていましたが そのうちお日さまが頭の上に来るころになると腹減ったなあ「おらまあやめた宝なんていらねえおらもいれねえてくたびれちまったぜおらもおらもだ」といったぐあいにとうとうみんなやめてしまいましたそれからというものは元旦になって愛宕山の方でニワトリが鳴いても 誰も宝のことを言わなくなったということです。終わり。原は畑家の際は講和中学3年の生徒版画講和中学5人の生徒の作品。阿久比町の話3。カ松の井戸阿久比町向岡。 今から千百年くらい前のことでしたここ阿久井町の角岡村ではもう幾日も幾日も一粒も雨が降りません他は亀の甲羅のようにひび割れてしまいせっかく植え付けた苗もたちまち燃え上がりそうに立ち枯れていましたその上悪性の流行り病が村中に広がって人々はバタバタと倒れていきました もし旅のお坊様お慈悲でございます飲み水をお持ちでしたらどうかほんの一口でもよい病人におめぐみくださいおおそれはお気の毒なことだわしは日本各地に仏の教えを説いて巡り歩く比叡山の縁人と申すものだが水と病に苦しむ人々に会うのも仏様のお指図であろうよいよい 「しばらくお待ちなされ今にたんと水を飲ませてあげようほどに」「お供を一人連れた眉毛の長く白い徳の高そうなお坊様はひょいと道端の小石を一つ拾われると衣の袖で丁寧にほこりを払われ腰のやたてから筆を抜かれて何やらサラサラと文字を書かれました。 そしてその小石を近くの唐い戸にそっと落とししばらくありがたいお経を唱えておられましたさあ村の衆今ま華経のお題目を石に書いて仏様の慈悲がこもる霊水が湧き出るように一心にお祈りいたしましたぞどんなに日出りが続こうとも枯れませぬほどに心ゆくまで飲みなさるがよい 村人たちは半信半疑でかいどを覗き込みましたところがどうでしょう今までそこに乾いた土を見せていた井戸にこんこんと水が湧き出しキラキラと光の波を見せているではありませんか人々は涙を流しながら互いに助け合い甘露の水を押しいただいて飲みました 旅のお坊さんの姿がいつの間にか消え去っているのも知らないで。おい、これはたまげた。お水に松の影が映っとるが。人々がもう一度覗き込んでみると、これはなんとも不思議なことに、あたりに松の木一本も生えていない水面に、ありありと松の枝が映っていました。人々は これもあの旅のお坊様の不思議なお力に違いないとその井戸を「唐松の井戸」と呼んで敬いましたが後に「唐松の井戸」唐辛子の「唐松」と書きます。と書かれるようになりました。今もこの井戸水は「延命水」と名付けられて大切に扱われています。この旅の旅お坊様は、 比叡山の自覚大使と申し上げる方で近くの平泉寺というお寺に不動明王と観音様を祀られ村の平安を祈ってくださったのでその後この地方には流行る病もひでりもなく豊かで幸せな毎日が続いたということです終わり原話阿久井町郷土史編纂委員会編 昭和28年郷土史編纂資料集から彩は近藤秀道阿久井中学教諭常滑市の話1雨乞いの面常滑市大谷常滑市の大谷というところの東の橋梁地帯に高坂山高砂山ともいう。 という一段と高い丘がありますここには高坂町高坂松ともいうという大きな松があり伊勢湾で漁をする漁船の目印になっていましたこの丘に立つと西の方に伊勢の海を見下ろすことができとても眺めの良いところですこの高坂山は昔日出りが続いた時に 沖縄の面をかむって雨乞いの真珠をしたところだそうですその時かむった沖縄の面は元伊勢の海の龍神様のものでしたある春のよく晴れた日のことでした龍神様は伊勢の海から上がってこの高坂山まで散歩に来ましたそして頂上に生えている大きな松の枝に 大事にしている沖縄の面をかけて美しい春の景色を楽しんでいるうちについうとうとと居眠りをしてしまいましたそこへ村の子供たちが二三人やってきてマの下で遊び始めましたそのうち一人の男の子がマの枝にかけてあるお面を見つけて指差しましたおいあれはなんだなんだろう 子供たちは松の木に登ってお面を手にすると歓声を上げながら村へ帰っていってしまいました夕方近くになって目を覚ました龍神様は松の枝から面を取ろうとしましたしかしそこにかけたはずの面がありませんしまった大切な面をなくしてしまったぞと龍神様は大慌てに。 慌てそこいらを探し回りました風に飛ばされたのではないかそう思って少し遠くの方まで探しに行きましたカラスが来てくわえていったのかもしれないとカラスのねぐらにも行ってみましたしかしどこを探してもありませんでした龍神様は仕方なくとぼとぼと伊勢の海へ帰ってきました一方 子供たちは村に帰ると物知りの熊野神社のか主さんにお面を見せました。はてさて珍しいお面じゃのうわしもこんなお面は見たことがないわい。とか主さんが子どもたちからお面を借り受けて古い書物などで調べたところそのお面は伊勢の海の竜神様のものだということがわかりました。そして、 お面龍神,しし神様はまだあのお面を探していましたがなかなか見つからないのでがっかりしてしまいましたその上方々を探し回ってすっかり疲れてしまったので田植えの時期になっても雨を降らすことを忘れていました。相談の結果、 高坂山で雨乞いをすることになりました神主さんは雨を降らしてもらえるように一心に祝詞を読みましたが一向にご利益が現れませんでしたその時神主さんはふとお面のことを思い出しました「そうだあのお面は伊勢の龍神様のものだっけ?」。早速高坂山の頂上で火を燃やし 太鼓を叩きながらお面をかむって踊りを踊りましたこちらは伊勢の海の龍神様です何やら太鼓の音が高坂山の方向から聞こえてくるので海から顔を出して見てみますとなくした面を人間どもが持ってやし立てているのが見えるではありませんか怒った龍神様はその面を取り戻そうと雲を呼び 嵐を巻き起こして大雨を降らしました村人たちは大喜びですところがこんなことをしばしば繰り返すうちに高坂山で雨乞いしても龍神様は知らんふりするようになりましたそんな時にはたくましい若い衆の乗り込んだ何艘もの船で伊勢の海に漕ぎ出し沖で管主さんが面をかむ で水面を覗くのだそうですするとどんなに晴れ上がっている時でも急に辺りが暗くなって大夕立ちがやってくるのだそうです竜神様が面を取り戻そうと大暴れをするためです海は大荒れに荒れて船は今にも転覆しそうになるのですがそこはたくましい若者の乗った船です 神主さんと翁の面を守って嵐の海を巧みに乗り切り無事陸に引き上げてくるのだそうです今でもこの翁の面は熊野神社の宝物として伝えられているということです。終わり原話熊野神社のの主さん祭は講和中学2年の生徒版画 講和中学5人の生徒の作品「常滑市の話」「2」「たらいで伏せられた雷様」「常滑市栄三丁目北条光明寺」何「何昔の話をしてくれってそうじゃのわしは長いことここに立っとるが昔のことはみんな忘れちもうて よう思い出せんがのいやいやそれでもたった一つだけとっても変わった出来事があったことを今思い出したで今日は一つその話でもしようかのおおそうじゃあのおしょうじゃったあの気持ちよいが遊いでいて人の難儀をよう黙って見過ごすことのできんおしょうがこの山の上の寺にやってきてんの。 その和尚がとんでもないことをやってのけるのをこの目で見ちまってわしもびっくりこいたもんだでそいでそのことが忘れんのじゃよ。ありゃいつの年だったかしらんたしか夏も終わりに近づいた頃だで雷を連れた大雄たちがやってきてのこのお山をすっぽりと包み込んじまったことがあった。 もともとこの辺は雷の多いところでのこの山のぎょうさんあった松の木もすっかりやられちもうてもういくらも残っとらなんだ付近の住民も随分と難儀してたもんじゃが「さてこの時の夕立はことのほか激しゅうてわしももうビクビクじゃった和尚もお堂にこもったまま大声で念仏を唱えておらしたが」。 その声も雷の音で消されがちになってだんだんと雷が近づいてくる様子じゃったそのうち目の前に大きな火柱が立ったかと思うとガラガラビシャッとものすごい大音響がとどろいたこのわしでさえももうおしまいかと思うた時じゃったまひろのように明るくなった境内に仁王様のような和尚が立っており 両手に大きなたらいを差し上げて火柱が立ったところをめがけて「いや」とたらいを伏せたのはするとどうじゃろう地に伏せたそのたらいが目もくらむばかりに光っったかと思うとたらいの中で雷が大暴れに暴れとる様子じゃったおしょうはすかさずわしのそばに大きな穴を掘ってたらいごとそいつを埋めちもうた。 すると急に辺りが静かになって今まで吹き荒れていた嵐もいつの間にか消え水を打ったように静かになっちもうたそのことがあってからというものはこの辺りにあんなによう落ちた雷も全然落ちんようになって付近の住民も大喜び雷を伏せている絵馬を奉納して 雷大儀のお礼参りに来る人が後を絶たんようになった。なに埋められちまった雷はどうしたかってはははとは遠に土の中を潜って逃げちもうたわい。じゃが心配らんてもうここの山に落ちることはこりごりしとるはずじゃに。なになにわしが何者かってわしゃ光明寺の境内に立っとる 百度石じゃよこのごろじゃわしをなでながらお参りする人も少のうなって寂しゅうなっちもうた昔は若い女の人の柔らかい手でなでられるのが楽しみだったもんじゃがこのごろの若い女はわしを見向きもしてくれんわいこれも年を取ったせいかのどれどれあんまりおしゃべりしたもんだて さて一と入りするとしようか終わり「現話愛知県教育会昭和12年愛知県伝説集から」際話「際は高和中学2年の生徒」漫「版画高和中学6人の生徒の作品」「常滑市の話」「三」 家康を助けた八幡さん常名市田屋徳川家康がまだ駆け出しの頃の話です戦いに敗れた家康がともにもはぐれ今の常名市にある田屋のミックス八幡社の境内に一人で逃げ込んできましたしかしすぐ後ろに追手の近づく気配がして一国の猶予もできません そこで境内にある幹が空洞になっている大木のほらに一時身を隠しました。ものども逃がすな。やつは確かにこの境内に逃げ込んだぞ。大将の命令で追っ手は広くもない境内に散りました。大木のほらにもそのうちの一人が入ってきました。そして 暗闇の中で家康と花を突き合わせてしまいまいしょっとして身構えた相手に家康は静かな落ち着いた口調で話しかけました「頼む見逃してくれわしが天下を取ったら必ずお主を重く取り立てよこれはその時のための証拠の品だ」。そう言って家康は、 洞いの門のついた薬郎を差し出しました幸いにも家康を見つけた武士は敵ながら家康のあっぱれな若大将ぶりをひそかに慕っておりましたので雲の巣を絡ませた刀を持ったまま黙って洞を出ていきました「どこにもいないぞその中はどうであった」。の外では、 家康を探し出すことのできなかった仲間の者が立っていました。これこの通り中は蜘蛛の巣ばかりでござった。洞の中から出てきた追手の武士は蜘蛛の巣の絡まった刀を差し出してみせました。逃げ足の速い集め他を探せ。追手の武士たちがすごすごと八枚車を立ち去った後家康は カビ臭い木のほらから出てきました太陽の光がまぶしくて目がくらみそうになりながら危機を出した家康はその時急に空腹を感じ始めましたそうして近くに百姓屋を見つけると急ぎ足に近寄っていきました「道に迷って難儀をしておる何か食べ物を恵んでもらえまいか」。 立派な武士の突然の訪問にびっくりしながらも親切なおかみさんは「ろくなもんはできんぞな」と言って早速裏山の三ス山の麓に湧く清水を汲んで泡の飯を炊いてくれましたこのことがあってからはここの清水を「淡滝清水」と呼ぶようになりました。その後家康は この百姓のおかさんに十分なお礼の品を届けさせ、家康を見逃してくれた武士は、約束通り重く用いられることになりました。また、家康をかくまってくれた八幡社には、いくらかの電池を寄進してその恩に報いました。しかし、この社殿は三大将軍家光の代に幕府の役人が見聞に来た際、 官主が偽役人と間違えて追い払ったために取り上げられてしまったということですそれで八幡社は小森の御屈山に小さな祠のまま寂しく祀られておりましたが近年そこから少し西にある薄木神社の境内に移されましたこの時の泡滝清水はその後水が枯れて跡形もなくなり 今は見られません終わり原話「愛知県教育改編」昭和12年愛知県伝説集から「彩話」「吉田博史」「版画」「高和中学」5人の生徒の作品「常滑市の話」「4」「堤防を守った教跡」 とこな神殿町この年も大きなうねりを持った土曜波が神殿の堤防を揺るがすように打ち付ける季節がやってきました二百頭下も近づいたある日榎のき戸村の庄屋さじべさんはさっきからすっかり出揃った稲穂の波と曇り空の彼方から運ばれてきては 堤防近くで小山のように盛り上がった崩れる大波を代わる代わる見比べながら心配側でした「また包みが切れなきゃいいがおととしもここの堤防が切れてせっかく実りかけた稲田に海水が流れ込んで全滅してしまったのです」。その修復作業が長引いて、 去年はついに田植えをあきらめなければなりませんでした。今年はまだ十分に塩抜きができないまま田植えを行ったため、稲の育ちはあまり良くありませんが、それでも目の前には稲穂の波がさやさやとさやぐほどにはなっています。210日、220日もこのまま無事に過ぎさえすれば、かなりの収穫が望めます。 ここ、鬼ヶ崎海岸に神殿が築かれてから電池の少ない榎戸村にとってありがたい米蔵の役を果たすようになりましたが時々護岸の堤防が切れて黄金の波が白波と化すようなことがあって村人たちを困らせていましたこの日幸兵衛さんが心配していたことは的中しました。翌日になって、 黒い嵐雲がキレキレに北へ飛ぶようになり夕方には強い東南の風が吹き始め夜半になって大粒の雨を交えた暴風雨がゴーゴーと荒れ狂いましたその夜村の男たちは総出で堤防を守りましたがちょうど満潮時にあたる真夜中身の危険を感じて引き上げにかかりました。 その直後です男たちが背後で「ゴー」というものすごい音を聞いたのはそして時を移さず牙をむいた海水が男たちに襲いかかりましたその時逃げ遅れた幾人かが翌朝海となった神殿の中から死体で発見されました気の毒にのまた人柱とならししゃった。 村人たちは悲しみをこらえて、復旧工事に取り掛かりました。こうじっとじっと切れたんじゃ、たまらんわい。まあ、二度と切れんように頑丈な包みを作らめえ。復旧工事は、終わり班からの助成金も受けて、特に念入りに進められました。そして、その翌年の3月には、よく切れる一番難しい部分を除いて、 大方完成しいよいよ最後の塩止め工事に取り掛かりましたここは地盤が柔らかくていつも海水がくぐって結界の原因を作るところですそこには特に多くの土台となる粘石を入れることにしましたちょうどその工事にかかった日の休み時間に薬頭の宗衛門さんが言いました皆の衆 毎日ご苦労です。ようやく完成のメドもつきましたが、ここで皆さんに相談したいことがございます。人々は急に改まった宗衛門さんを何事かと見守りました。今度の堤防はいつもより金もかけて念入りにやってきました。昨年、気の毒にも犠牲となった人たちも、きっとこの堤防を守ってくれましょう。この上は、 犠牲となった人たちの母体を弔い二度と包みが切れないことを祈って寝石にお経を書いてもらおうと思いますがいかがなものでしょうか村人たちは手を打って賛成の気持ちを表しました早速寺の和尚さんに頼んで法華経の経典を一つの石に一字ずつ書き写してもらいました。そそして、その石を埋める作業は、 和尚さんの度胸の中で行われました最後の土盛りをした後その上に「蜂書・社・法華経等の文字を刻んだ標石も建てられましたまた堤防を強くするための黒松も植えられました安永5年1776春3月のことであります。それ以来ここの包みは 教責の守りがあるためか、滅多なことには切れなくなり、年ごとの実りの秋を約束してくれるようになりました。地固めのために植えた黒松も大きく成長し、鬼ヶ崎海岸の備え松として、千田の名所ともなりました。そして、4月3日の祭礼の日には、その年の無事を祈って、 新名社から出た新馬3頭が堤防の松並木の間を駆け抜ける神殿祭りも行われるようになりましたその後昭和28年4月榎戸港拡張工事のために京石と一緒に京石島は森上の地に移されましたがその年の9月25日 世に言う十三号台風による高潮のため久しぶりに堤防が決壊し美しい松並木の大半が倒されてしまいましたそのため京石島は安政六年1859建流の大乗明天一時一石島とともに富山和田の地に移され現在に至っています。 この石塔は常滑市の文化財に指定されその地から北に数百メートルにわたって残っている黒松の並木も市の天然記念物に指定されました。秋ともなると黄金の波を打ち寄せる鬼ヶ崎神殿は今日では神殿町の町名を持った住宅地となって 遠い昔の名残をとどめるのみとなっています。終わり「原は、教席と碑文および副碑」「教席と移築記」より「彩は、吉田博史」「版画」「講和中学」6人の生徒の作品「常滑市の話」5「五」「勅使橋」と「上皇橋」 常鍋市小倉町常名市小倉町は北を流れる谷田川と南を流れる前山川に囲まれた小さな町ですこの2つの川は合流して港川となり大野の町を横断して西の伊勢の海へと注いでいます。大野から小倉へ通じる道は2本あって それぞれぞに橋が架かっています一つは南側の大野小学校裏の前山川に架かる直志橋別名小倉橋でもう一つは北側の矢田川に架かる上古橋上高橋下です二つとも天皇に関係のある名前がついているようですが何か曰く因縁がありそうですね。 まず前山川に架か,かる直四橋です室町時代の天皇御花園天皇在位1429から1463のお使いが小倉の蓮台寺に来られることになりました天皇様のお使いが来られるそうなこんな粗末な丸木橋では申し訳ないぞ 操作のう、なんとかしなくちゃ、と、村中で力を合わせて、立派な平橋にかけかえました。直四橋の名がついたのは、それからだそうです。また、北側の八田川に架かる城古橋は、上皇様がお忍びで蓮大寺へお参りに来られたときに、お通りになったということで、上皇橋の長がき、 それが城小橋となったのだと言われています御花園天皇が位をお譲りになられた後自ら連大寺にお参りになられたものでしょうか上皇は天皇が位を譲られてからの呼び名です大野は古くから海上交通の港町として栄えたところです京都伊勢大野 亀崎、大浜、岡崎といったルートがあり都と東国を結ぶ当時の交通路の大切な位置・地点だったようですからこうした交流があっても不思議ではありません。室町時代末期の連ガ師里村城派も富士山見物の帰りに連太寺によりミニールや有潮風の朝涼み の区を北区にしてレンガを行っておりますところで花園天皇の直司や上皇がお参りになられた小倉山連大寺はどんな寺だったのでしょうか江戸時代の地史長州雑誌によれば鎌倉時代の昭和三年1314側天承認を改ざんとして 一節には格安商人一式左京大夫道秀によって創建され後に佐治駿河の神宗定や織田浦久の保護のもとに一山十七坊もある大きな寺として栄えてきたようです。しかし秀吉のために広大な寺領を取り上げられた上に慶長五年1602 茎の来襲を受けて建物の多くを焼かれ蓮大寺のほかに三光院一望を残すだけになってしまいましたかつては蓮大寺が十七もの棒と呼ばれる寺寺寺を含む広大な寺寮を持っていたことはその一望であった三光院が南西2 0 0ルほどの位置にあることや昭和51年に 照明が変更されるまではあった今蓮寺の地名を持つ土地が500メートル余りも東方にあることなどから証明されるわけです蓮大寺は京都の金蓮寺の末寺だったのでこのような地名が残っているのですさて現在蓮大寺には直四門またの名を赤津の門 と呼ばれる閉じたままの門と絹かけ松と呼ばれる老床があります開かずの門は昔御花園天皇の直肢がくぐられた門で直肢門と名付けられその後閉じたまま大切に保存されてきたものだそうです絹かけ松はその直肢が来られた時にこの松に衣をかけたところから名付けられたと言われます 現在の末はその二代目とのことですまた境内には受産塚と呼ばれる古墳がありその前に古い宝鏡院燈が建っていますこの塚は初代王の城主佐治駿河の神宗貞の墓と言われています宗貞は宝名を最年受産と言い城内に自分が建てた寺 西年寺に葬るべきところを地域が狭かったためと城の内では良くないとの配慮からこの地に葬られたのだそうですしかし宗定は自分の主君にあたる一式左京台風道秀の建てた連大寺を手厚く保護し広大な土地を与えています金もこの人が寄進したほどですので 連代人に墓があっても不思議ではないでしょう太平洋戦争中のことです戦争が激しくなってきて金属が不足してくると軍部は日本中の寺の金を強制的に供出させましたそれを居つぶしして大砲の弾を作るためですこのあたりの金が四日市に集められてどんどん居つぶされていくとき 涙ながらに金の命を記録した人がいますが、その人の記録の中に、大英七年、一五百二十七室町時代、一十一月、小倉山連大寺、岐阜、佐治、駿河の神というのがあります。宗貞が寄進した小倉の連大寺の金だったのです。今はもう、この金は残っていません。 終わり「原話江戸期長州雑誌より彩話吉田博版画講和中学の5人の生徒の作品常滑市の話」「六」「久米村芋の氏常滑市久米」「昔」といっても江戸時代女将の許可がなくしては 勝手に職業を選ぶこともできなかった頃に、鉄や銅を溶かして鋳型に流し込み、金や銅炉を作る伊物師は、尾張藩では名古屋の水野太郎左衛門一家に限られていました。しかし、その水野太郎左衛門ですら一目置いていた伊物師が久米村に住んでいたのです。その人は久米村伊物師片山武平。 と言って、その遠い先祖が朝廷より芋の氏の直居を得ていたという、由緒ある家柄でした。武兵の先祖は平安時代には大津に住んでいました。ちょうど小野江天皇在位1141から1154の御代のことです。ヌエという怪物が夜な夜な宮中に現れては、 病気の天皇を悩ましたことがありましたそこで天皇は源頼政という侍に命じてヌエを退治させようとなさいましたさて夜になってヌエの現れる頃には宮中の庭に数多くの金灯籠を並べて火を灯し昼のように明るくしておいて頼政は 弓矢を持ってぬえの現れるのを待ち構えていましたやがて草木も眠る牛蜜時にわかに冷たい風が吹き起こって多くの金灯籠の火を次々に吹き消していきましたしかし武兵の先祖の作った金灯籠の火だけは揺らぎもしないで赤赤と輝き死神殿の上に現れたぬえの姿を はっきりと照らし出しまし出ま待ち構えていた頼政は弓に矢をつがえるとすかさず頼政の矢で畝が退治されてからは天皇の病気も良くなり優れた鋳物師として武兵衛の先祖には以後子孫代々にわたって 日本国中どこで芋の塩を営んでもよいという書きつけを賜りましたその後いつの頃からか武兵衛の先祖は久米村に移り住み代々久米村で芋の塩を営むようになりました現在久米の上泉寺にある薬師堂の輪口はこの久米村芋の詩片山武兵衛の作になるものです。終わり。 原話天野信影江戸期塩尻より彩話吉田博版画講和中学5人の生徒の作品知多市の話1天さんの楠木知多市南粕屋 南スヤの村に一人の美しい海女さんが訪れ村の寺に一夜の宿を頼みました寺の和尚さんは美しく悲しげな甘さんを哀れに思われこの寺にとどまることを勧めましたスヤの寺に美しい海女さんがおられるそうなその甘さんのお経には不思議な力があるそうなこんな噂が いつとはなしに近くの村々に流れていきました噂を聞いた人々の中には天さんのお経を聞こうと訪れる人も出てきましたお経を読む天さんの声はそれはそれは美しく聞く人の心の汚れを落としていきましたその上病も癒してくれました和尚さんはこの不思議な力を持つ天さんに たびたび身の上を訪ねてみましたがそのたびに海女さんはさみしげに首を振るだけでしたしかしある世のことで海女さんは和尚さんに自分の身の上を語りました若さの国のものであること両親に死に別れてから一人で漁をして暮らしていたことその時取った人魚を知らずに食べてしまったこと それ以来驚くほど美しくなり年を取らなくなったことそのため長い間に嫁いだ何人もの夫に先立たれてしまったことなどを静かに語り続けました私は最後に嫁いだ夫に死に別れた悲しさに諸国巡礼の旅に出てまいりました。愛しいものと共に、 老いることのできない苦しさに耐えられないのでございます長い間お世話になりました私はやはり巡礼を続けとございます語り終えた甘さんは旅の支度を整えると庭に一本のクスノキの若木を植えて旅立っていきました寺の庭に植えられたこのクスノキは大きくなるにつれて不思議な力を持ちました 葉をお湯の中に入れると、美しい子に育つとも、長生きをするとも伝えられています。南カスヤの大地院のクスノキの大木は、今なお青々とその葉を茂らせています。終わり原話千田市教育委員会千田の伝説と昔話から妻は とこ東小学校教諭中村徳楽版画講和中学の5人の生徒の作品千田市の話にひなが浦の戦い千田市ひなが千田市のひながに金山今川という小技の隣りあったところがありますこの小技には 次のような伝説があるのです永禄3年1560 5月19日桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に敗れたという知らせが大高城を守る今川方の大将徳川元康後の家康のもとに届きましたやがてこの城にも織田勢が押し寄せるに違いない 残念ながら勝ち目はない。速やかに城を離れよう。城を捨てた徳川元康は、北田軍大野の将を目指して落ち延びていきました。一方、吉本を討ち取って帰省を挙げた信長は、直ちに敗走する今川勢の追悼を始めました。今川型の城である大高城にも織田勢が押し寄せましたが、 すでに物気の殻となってい「ますまだ遠くへは行くまいおえ」「織田勢は日長の地で徳川勢に追いつきましたこれはまずい女子供は大野の東龍寺へそして荷物となる軍用金はこの地へ埋めろ元康の機敏な采配のもとに黄金千両主査千両と言われる莫大な軍用金が ひながの山にひそかに埋められました。わざと隠し場所がわからないような工夫もされました。後にこの地は金山と呼ばれるようになりましたが、金山地内に本金山、偽金山という地名が残っているのはそのためです。もうこれで足手まともなくなったぞ。存分に戦おう。 徳川の軍勢は陣を立て直して織田勢と対決しました。ひながうの戦いと言われるものです。しかしこの戦いは深追いをつつしんだ織田勢が小競り合い程度で引き上げてしまいましたので双方とも犠牲者を出さないで済みました。現在の地名今川は今川方の大将徳川元康の 陣地につけられた地名でそのすぐ北隣の安土は後安土城主となった織田信長の陣地につけられた地名だそうですその後徳川元康は大野から常名へ回り千田丘陵を越えて東浦へで海を渡って三河の地へ落ち延びていったということです終わり 原話千田高等学校教諭早川義弘才話吉田博史版画講和中学5人の生徒の作品千田市の話 3. 小七と小狐千田市朝倉朝倉村は海に沿った小さな村の一つでした 村のすぐ後ろまで丘が迫り、人々は狭い土地にすがりつくように住んでいました。村人たちは、丘を耕した畑で仕事をしたり、海で漁をしたりして暮らしを立てていました。村人の大切な仕事に、もとりがあります。ここ朝倉の海岸には、大もがよく流れ着き、この大もを、 畑の声に使う習わしが古くから続いていました。浜辺に打ち上げられるもには限りがありますので、村人たちは夜が明けると先を争うようにして、もとりの仕事に出かけるのです。こうした村人の中に、小七という気立ての良い若者がいました。ある日、もとりを済ました小七が、 畑仕事に出かけたときのことです。一休みして鎌を研いでいますと、畑の隅の声だめから奇妙な音が聞こえてきます。そっと覗いてみますと、小さな小狐が苦しそうにもがいているのが見えます。小七は早速拾い上げ、近くの側で洗って話してやりました。その夜、小七が寝ていますと、 浜から福く潮風に混じって、しきりに自分の名を呼ばれているような気がします。耳をすますと、小七、と、小七、と、と聞こえてきます。小七は畑に砥石を置き忘れてきたことに気づきましたが、そのまま眠ってしまいました。次の朝、戸を開けた小七はびっくりしました。畑に忘れたはずの砥石が、 戸口にポツンと置いてああるではありませんかそれからしばらく経ちました人と争うことの嫌いな小七はとりの仕事がうまくいかず困っていましたそんな日が続いたある夜潮風の中の声をまた聞きました「小七も小七も」次の朝小七は戸を開けて目を丸くしました。 大毛を集めた小山が子牛のような格好にいくつもいくつも作られていたのです小七は喜んで自分の畑へ運んだことは言うまでもありませんそれからのちも小七はもとりで困るたびに潮風に混じったあの声を耳にしたと言います終わり源は山口義和さいは 中村徳楽常鍋東小学校教諭版画講和中学5人の生徒の作品千田市の話4成功案の尺八千田市八幡八幡にある成功案には時報として1本の尺八が伝えられています 今からおよそ180年ほど昔のことですこの頃の聖公安には石上和尚と呼ばれる立派な和尚さんが住んでいました村の誰もがこの和尚さんの徳をしたい何かにつけて寺を訪れるのでしたこの和尚さんは人徳学問があるばかりでなく芸の道も引い出ていましたことに尺八にかけては 大変な名手でした。村人たちの中には、和尚さんの尺八を聞いて心を休めたり、和尚さんに尺八を習ったりする者も,もいました。ある日のことです。一人の旅の小無双が、この村を訪ねてきました。そして、成功湾のある小高い丘の上に登り、海を眺めておりましたが、一本の尺八を取り出すと、 海に向かって静かに吹き始めました吹き終えると小無装は丘を下り麓の西高湾を訪れたのでした私は旅の小無装です石上和尚の噂を聞き訪ねてまいりましたぜひ尺八の手合わせをお願いしたい和尚さんと小無装は寺の本堂に相対して座りました コムソウは尺八を取り出すと、目を閉じて吹き始めました。その音色は重く、美しく流れました。吹き終わったコムソウは、満足げな顔をして、和尚さんを見やりました。和尚さんは黙ってコムソウを見ていましたが、やがて自分の尺八を取り上げると、一つ大きく息をされ、静かに吹き始めました。 その音色は美しくさえわたり、聞く人の心を揺さぶって流れました。和尚さんの心には、目の前の小無双も本堂もなく、ただ釈迦の音だけが溢れておりました。どのくらいの時が経ったでしょうか。聖光庵の庭にはいつしか夕闇の気配が漂っておりました。和尚さんが静かに目を開けますと、 いいつの間にか小武装は姿を消していましてまたただ小無双の座っていた後に一本の尺八がひっそりと置かれておりました寺は事のほか静まっていました終わりげは浅井明彦つつじが丘小学校教諭祭は中村徳楽常鍋東小学校教諭 画講和中学5人の生徒の作品。